안녕하세요지는プリン将軍ユムニだ。今日は営業中のパチンコ店に物申すにだ。まあ、ということで、大阪のパチンコ店が、まあね、営業を継続していて、それに対して大阪府がね、店名を公開したことにより、なんと行列がね、できてるみたいにだ。でね、これについて、最初に将軍が、まあ、思ったのが、なんかさ、店名を出したら、なんかパチンカスが集まるだけみたいな、そういうなんかネットの声とか、ね、みんなの意見がすごくあって、で、それを最初聞いたときに、みたいな、そんなに集まるの？なんかこんな時期に、ね、だってパチンコ店やってるところ公表しただけで、ね、パチンコ好きの人が、そんなに集まるのかなって、最初ちょっとね、将軍はね、不思議だったにだよ。うん。けどね、実際ね、なんか県外とかからもね、来るぐらい、まあ、人がいっぱい来てるみたいで、なんかね、行列がね、できちゃったみたいにだね。うん。で、まあ、将軍はね、やっぱギャンブルやらないから、わかんないんだけど、まあほら、海外とかに行った時にちょっとカジノをね、するぐらいで、もうパチンコとかね、普段全然ギャンブルも、そう、やらないにだで、全然わかんないんだけど、そこまでして、命かけて、ね、パチンコってしたいものなの？ものにだか？わかんないけど。ねえ、だからそれがすごい、そう、ね、不思議で、みんなさ、やっぱり、ね、我慢してるじゃん、そういう、ね。だって、職人だってね、芸人でさ、お笑いライブだってさ、みんな我慢してるしさ、お笑い好きの人もね、ライブ見に行くのも我慢してるよ。で、アーティストのさ、知り合いとかもいっぱいいるけど、ね、ミュージシャンとかも大変じゃんね。全然さ、ライブできなくてさ、で、それも我慢してるし、ね、ファンもさ、ね、ライブ行きたいけど、それも我慢してるわけじゃん。だったら、パチンコも一緒だよね。どんだけパチンコ好きでも、それはやっぱ我慢しないと、まあ、いけないかなと、ね、思うにだね。たださ、ちょっと考え方を変えると、プロのさ、パチスロのなんかプロとかも、まあ、いるみたいにだね。まあ、多分、まあ、昔ほどは多くないとは思うんだけど、パチンコとか、スロットで、生計を立ててるっていう人がね、まあ、少なからずいると思うから、まあ、その人たちにとっては、不要不急の外出なのかって言われると、まあ、そうでもなかったりするのかなっていうのは、難しいよね。まあ、ほとんどは絶対ダメだけどね。ほとんどの人は絶対ダメなんだけど、まあ、プロの人ってそういう時ってどうなるのかなみたいな。一応仕事だしね。家に引きこもれないですみたいな、お金なくて、パチンコで稼ぐしかないですとか言われたらね、それはちょっとどうなんだみたいなところもね、まあ、あったりは、まあするんだけどもね。で、パチンコ店もさ、なんで営業してんのかなって、すごくね、思っちゃうんだよね。どうなんだろう？お金がないのかな？パチンコ経営するってことは、ある程度なんかお金があるイメージなんだよね、将軍的には。で、お金があって、もし余裕があるのであれば、やっぱりそこはね、閉めてくれないと、やっぱりあんな密閉空間でさ、やっぱりね、空気もね、あんま良くないしね。あんなもう、ね、絶対かかっちゃうよね。あれ映りやすいと思うんだよ、特にパチンコ店なんて、絶対ダメだと思うから、まあ、やっぱり、ね、閉めてもらうのが一番いいと思うんだで、まあ、即ね、閉めてほしいんだけど、まあ、けどさ、それのこともちょっと考えてたんだけど、なんか、こういう場合、ね、どうなのみたいなのがまたちょっと思いついちゃって、そう、みんなだったらどうするみたいな感じなんだけど、例えば自分が、パチンコ店を、ね、個人経営で、今年入ってやっと出しましたみたいなね。っていう状況でさ、こうなっちゃったら閉められるみたいな。ねえ、これもまた難しいよね。
だからあんだけさ台とかを揃えたりとかさ、まあ、パチンコって結構綺麗なイメージだからで広いイメージじゃん。だから結構家賃かかったりとかさ初期投資とかかかったりとかして、でこのねウイルスってさ、じゃあ夏に収束しますとかさ、じゃあちょっと今年いっぱいはね続きますとかね、そういうの分かってればいいけど分からないじゃんね。もう2年ぐらいはもう確定してね続いちゃいますよみたいな話もやっぱいっぱいある中で、そうやってさ自分がじゃあいざパチンコ店をね今年始めましたみたいな時に、じゃあ閉めてくださいって言われて、じゃあ国からの保証がね多分全然もうほぼないぐらいなのよね、もうほぼないぐらいだと思うのよ。そういう状況でじゃあ多額の借金背負ってパチンコ店オープンしました、あ、ウイルスが蔓延しました、じゃあ閉めてください、はいわかりましたとはねこれならないにだよね。まあちょっとその営業してる店舗がどういう店舗なのかちょっと全然わからないにだで、まあ、なんとも言えないんだけど、まあ、やっぱちょっと角度を変えて自分のことに置き換えてみるとね、ただ文句だけも言えないなみたいな、まあ、状況もあったりとかするかなとはね、まあ、思うんだけどね。まあけどねやっぱ間違いなく言えるのは、国とかね都道府県がもっとね強力なね、まあ、力を持つっていうか、その、まあ、強制力を持った方がいいと思うのよ。こういう時はね、こういうなんか緊急事態の時にさ、じゃあ自粛してくださいじゃさダメじゃん。だってそれはだってお願いじゃん、そんなんね。そんな言われてもさ、いやだっておいつらやってるしとかさ、そういうのもあるじゃんね。でこっちはね真面目にじゃあ自粛してね借金めっちゃ背負うとかさ、自粛して会社潰れるとかさあるわけじゃんね。はたまた金持ってんのにさね営業続けちゃったりとかしてるね人もいるわけじゃん。やっぱそれは不公平だよね。でそういうさ人の良心に任せるみたいなやり方じゃやっぱダメだと思うから、やっぱりここはしっかり国が強制力を持ってやっぱロックダウンとかねできるぐらい強制力を持つことがまず大事だと思うし、でそれをやるからにはやっぱりそれ相応の保証がないとね、みんなやっぱりね仕事休めないから、だから強制力、こういう緊急事態にはしっかり国が強制力を持ってね、ロックダウンなりできるようなシステムをまず組むことと、あとはそれなりのやっぱりこう保証をできる体制っていうのを、まあ、ちょっとね今後整えていかないとね、やっぱここで学ばないとね、今回の件でやっぱりみんなねいろいろ学ばないといけないよね。まあ商品もそうだしね、やっぱりこういう時にね、じゃあもともとさ蓄えとかがしっかりあればね家から出なくてもねいいわけだし、まあちょっと経営者の人に関してはちょっとね難しいところがあるけど、じゃあまあ雇われの人に関してはね、じゃあ、3年働かなくてもいいぐらいの、まあ、最低限の生活できるだけの、まあ、貯蓄がありますとかなれば、まあ家から出なくてもね、住むようになったりとか、まあそういうのもねやっぱり、まあ、あると思うんで、やっぱりここでねちょっと、まあ、しっかり、まあ、学んで、でこれを活かしてまあね今後こういうことがないようにというか、まあもしあった時にしっかり対応できるように、あとはまあ僕ら死んだ後もそうだけど、まあ将来のね子供たちとかがまあ同じようなことがあった時に、あこうすればいいんだとかね、まあ、すぐ対応できるようなまあ、土台をねここで作っとくじゃないけど、ちょっとやっぱそういうのがまあ今大事だし試されてるのかなというふうにね、まあ思った2段ということで、まあ今ねパチンコ店に行ってる人に関してはやっぱ行かなければね、店がね強行突破で営業したところで人が来なければね、もう逆に閉めてた方がお得なわけだから、だってさ人が来ないのにね電気代とかかさんじゃうわけじゃん、るとね人件費もかかるし、だからまず行かないことが大事だし、閉められるのであればやっぱりね、パチンコ店、まあ、特にねちょっと閉めないといけないかなと、職人的にはねまあ思うにだで、しっかりねそこら辺はやっていただきたいと思うにだ。はい、ということで今日はねちょっとまあ営業中のね、パチンコ店についてねちょっと気になったにだで、ちょっと物申すの動画を撮ってみたにだ。じゃあみんなしっかりウイルスに気をつけてこの危機を乗り切るにだ。
以上、プリン将軍でした。ご視聴、カムサハムニダ。